ここだけ見ていないと思って帰ろうと思ったよろしくお願いします。お世話さん、なんで座ってるの。はい、そうだよね、はい、まあ、今日はいいよ、今日はいい、はい、いいですか、すいません、失礼します。こんな感じです、監督は。もうこれ始まってんの。はい、ゴープロすごい、もう回ってんすか。回ってる回ってる。ゴープロない、途中ちょっと聞き取れないでごめんね。はい、巻いちゃったりするネイティブな先言っとかないでじゃあちょっと英語出ちゃうかもしれないです。つい出ちゃうんだよ、ついつい出ます、出る時々サムタイム時々ですね時々で、何の話よ。辰馬さんにインタビューしてて、じゃあお前をなんかあそこで見つけた時の話、諏訪湖で見つけた時、諏訪湖のインターでたまたま会った話ですか。僕はカタカナちょっとダメ、いいっすか辰馬さん、いいよ俺今話ちょっと忘れてて、あそこでせんべい食べてたやべえと思って忘れてたんですか。ちょっとちょっと、いや忘れられてました。大丈夫、じゃあすいません、辰馬さんにインタビューさせてもらいます。分かった。インタビューって言ってもあの本当今みたいな感じで話してほしいんですけど、いや俺がなんかバカな人だと思われるじゃん勝つだけないよね、辰馬さん。そうですね、それはあのお前それ頼むよ、あのカットしてその部分、編集編集編集で多分、うん、たくさん聞かれてると思うんですけど、甲府からオファー来た時どういう気持ちでした。気持ちはね、これはちゃんと真面目に答えると、はい、あなんか、あ甲府に戻るんだなと思ったんで、本当に、おー、うん、なんかやるとか、はい、とかじゃなくて、うん、本当に、なんだろう、全然想定外のところから飛び込んできた感じだったから、はい、あのでもなんか、バンホーレって言われて、バーッと、いろんなものがバーッと回って、はい、時間にしたら多分10秒とかなんだよ、はい、だけど、あのあこれは断らないんだろうなと思って、これはだから佐久間さんじゃない人からね、こうなったね、はい、あの仲介のね、はい、間に入ってる人から、あ多分これやるんですねって、やることになりますねっていう話をした。じゃあもう考えるよりもまず直感みたいな感じですか。なんか ぼやーんとこう、あんまやるんだろうな。辰馬さん、あのコメントとかでなんかやり残したことあるって言ってたじゃないですか、うん、やっぱり降格したっていうのが大きいし、で、まあ、橋一緒にやってたから、まあ、何を感じたか俺はそれはもちろん選手は聞けないし分かんないけど、なんか選手と、まあ、俺監督こうやってやりていった中で結構ね、一番いいものが作れてるっていう感覚でやったの、2017年の J1 のシーズンで、で、あのバウルなんて俺と同じ年だし、はいはい、で勝がいて、はい、オミがいて、はい、で拓磨とか兵頭とか成とかさ、35歳以上の7人だから、はい、そうですね、もうそれもなんか、でもあいつらもめちゃくちゃ助けてくれて、はい、でカッシーたちもなんか30近いのに若いみたいなイメージ で、はい、ですね、だけどなんかそれがなんて言うんだろうな、誰が出るとか誰が出ないとかっていうことに限らず、関わらず、なんかみんなが自分たちがやってるサッカーをすごい好きでやってるっていうのは俺も分かってたから、なんか、まあ、落ちたことがすごい悔しいっていうか、クソというのはあったし、あとは降格してから、うん、異常なプレッシャーだったじゃん。そうですね、はい、異常な、はい、で俺監督だからさ、異常なプレッシャーってそのどこどこにいてもプレッシャーはプレッシャーだから、別にそれはいいとしても選手が感じてるプレッシャーが異常なプレッシャーの中でやってるっていうのは俺もずっと分かってて、目標もどでかいし、はい、あの J1 から J2 に落ちてなんか圧倒して勝つことを思ってたんで、はい、それまで何年私たちは圧倒して勝つチームじゃなかった、でそこの急な変換ってすごく難しくて、だけど求められるものがプロだからさ、そういう答えていかなきゃいけないっていう
その両面の中で本当なんか選手がトレーニングとかルヴァンカップとかでもう本当に俺たちがこう積み上げていこうぜと最後にこれで勝ち切ろうぜって言ってることをみんなが取り組んで本当できるようになってるんだけど、 J2 の、 あの特にコセのピッチあそこだけは何にもできないんだよ。本当何もできなくて、だそこでなんだろう、選手の本当はできるし積み上がってきてるものがあのたったね J1 から J2 に落ちちゃって、本当はたった3ヶ月4ヶ月なので一気に攻撃的に何かできてたし、で J1 のチームでやっても俺たちのやりたいことが大体できる。だけどとにかく個性のピッチでは本当にみんながちっちゃくなっちゃう。でそれが本当になんか俺も悲しかったし、やっててそれをなんか取り戻したいっていうのもあるし躍動させたいっていうのもあるし、で多分俺もプレッシャーに感じてたからそれが選手に映ってたっていうか、うん、俺のプレッシャーが選手に伝染したんだろうなって思うんだよ。関係ねえと、ミスしてもいいからとにかくやっていこうぜと、引きこもるんじゃなくて出ようぜっていうふうに、まあ、大雑把に今やってたんだけど、でもどっかで俺の緊張とか俺のなんかそのプレッシャーを感じたっていうか、緊張、早く個性で爆発的なものを見せなきゃいけないなっていうのが多分お前に伝わってて、それがこう個性ってなかなかうまくいかない、勝ち負けとは別のところではあったんじゃないかなと思う。なるほど。それやり残したことっていうか悔しいことだよな。何で帰っていい？いや、なんか早いね、まあ、2つぐらいしかしてない。辰馬さんから受けた影響ってすごいあるんですよ。そうは見えないけど感じたこともないし辰馬さんがいなくなってからもあの影響を受けた人とか尊敬する人に吉田辰馬って書いてたぐらいなんで、だから僕がです、漢字間違えたりしてんじゃん。いやいや、しっかりとだるまって書いてある。合ってるよ。でも例えば試合で僕に任せてくれる内容とかタスクが、例えば4バックで僕がサイドバックやった時に逆サイドにある時にボランチのところに入ってこいよとか、インナーラップするタイミングとかロックさせてインナーラップしたりとか、インサイドハーフに使ってくれて3枚のボランチのあったな、はい、うわ失敗だった。あ、ごめんごめん、今飛び出しちゃった心の声が。そういうのとかあって、その辰馬さんに教えてもらったそのちょっとしたタイミングとかすごい僕のサッカー人生を本当に変えるぐらいの知識と経験があって、それ俺じゃない人に言うことだぞ、俺に直接言うことじゃなくて、だからだから今こっちに向かって言ってる。そうか、はい、そうか、はい、こっちに向かって編集、ファンサポーターの皆さんに言うことです、はい、編集だ編集。本当にすごい人と出会ってもっと いろんなことを教えてほしいなっていう、一緒にそのいろんなサッカーを持ってる辰馬さんは本当はどういうサッカーしたいのかなってすごい気になるんですよ。じゃあ俺ね、なんかそこどんなサッカーしたいのかってあるじゃん、はい、でそれがやっぱ年を取ったっていうか、こうやって外国も行って、はい、で結局やりたいサッカーっていうのは究極に言うとだよ、自分が受け持ったチームの選手たちが一番なんていうんだろうな、できることっていうか、うん、一番得意なことをやりたいかなって思ったの、はい、だから例えばユース見てたり代表やったりレーソルだったり甲府バンホール見たりするけど、じゃあ全部のそのチームで求めてるとやってることは違うんだけど、でも言ってることは大体一緒で、やれ、トライしろ、もういちいちプレーした後に感想を言うな、その前に動いてくれ、でいくつか そのルールがあるから、それを守れ、でそれを飛び越えていくところは構わないよ、まあ、そんな感じだったと思うんだけど、はい、うん、でそのとにかくハッシーだったらハッシーに、ここはもうお前がやること任す、でもここは俺が
チームの11人がうまくいくために決めるから、なんかそこを決めたら、あとはなんか別に、例えば極端な話、フロンターレで言ったら、フロンターレみたいなサッカーを突き詰めるんだろうし、急にフロンターレで言ったから、グランパス、去年のグランパスみたいなサッカーをしないだろうし、なんかだから、やりたいサッカーっていうのは、でもう一個言うと、究極のリアクションというか、相手によって、俺たちの顔が、いつも同じに見えるんだけど、俺たちは変わってる。いつも同じことやりやがってって思われるんだけど、対戦相手だってちょっと変わるじゃん、微調整、はい、微調整結構やるじゃん、そうですね、だけどそれってさ、例えば興奮の時で言うと、じゃあフロンタルでやりました、意外とどういう相手がどう思ってるか、見てる人がどう思ってるか分かんないけど、いつもの興奮に見えるじゃん、はい、だけど気をつけてる方がいっぱいあるわけじゃん、はい、ここは抑えて、はい、こういうのは狙う、でそこのいくつかに俺たちのコンセプトがあってっていうのでやってるわけだから、はい、究極のリアクションというか、自分たち俺たちのやりたいことをずっとやり続ける、はい、っていうのは多分そのサッカーの特にプロのサッカーにおいてはあんまり正しくなくて、で相手がいて勝ちに来る相手がいて、でその中で俺たちはじゃあこことここをこうやってやったら結局俺たちがいつも得意なことが出せるようになるっていうか、でそのなんていうのかな、リアクション、はい、アクションみたいだけど本当はリアクションで、でも自分たちアクションできるものがないとその記憶のリアクションできないから、はい、チューニングできないから、はい、でそういうのもやりたいよね、サッカーに。もう本当すごくて、辰馬さんがあのミーティングあるじゃないですか、試合前のミーティング、相手こうだからリアクション、究極のリアクションって言ってましたけど、こうしてこうしてこうしたら全然簡単に攻撃できるじゃんってよく言ってたんですよ。もう本当にその通りでなんかよく言ったか知らないけど、いやもう本当に僕とかはもう常になんで走みたいな、こう来るからもうこれで解放できんじゃんみたいな、確かにって思って、でやんないんだろ、はい、で僕は逆にそればっかやろうとしすぎて、逆に辰馬さんにもっと好きにやれよって怒られるパターン、パターン、はい、すいません本当にすごくて、今でも覚えてるけど、毎回試合の前のミーティングからの練習がすごい楽しかったんですよね。いいこと言うね、だから今日試合、練習見てたけど、いいな、楽しそうだなと思って、マネキンやっていいって言ったの、いやいや、マネキン役は全然楽しさないです、時々動く、はい、リアル人形今日誰か当たってましたね、当たってました、山田君、はい、動かないマネキンに普通に体脂肪が当たってるタツマさんが今年のチームでやりたいことっていうのはやっぱりその個性を生かしながら動ける人形を作りたい、あでも今日見つかったかな動ける人形を作ったら便利じゃんなるほど、あ人形置く場所本当に毎回抱えるんだけど、そうですね、微調整だから、はいはい、多分僕ではないから誰だろう、そこ外側から行ってとかさはい、行くふりして一回止まってとかプレッシャーちょっとだけ来て、そう程よい来て、程よいプレッシャー頼むね、ちなみにその人形の名前だけ聞いてもいいですか、どうしようかな、でもここは愛を込めて、はい、マサルにする、あ、マサルさん、うん、マサル、はい、ちょっとふくらはぎ太めですけど、ちょっと感情的になる、時々、はい、確かに切れてコンゴつけちゃうから、はい、それでもよかったら、あのそうだな、はい、でなんだっけ質問、いや、あの今年、はい、今年初詣何お祝いしたかちょっと初詣、それはちょっと気になりますけど、行けてない、俺隔離されてた、あ、確かにそうですね、今年やりたいこと、はい、やりたい、今年やりたいことは、でも選手若いから、はい、あの鬼半分ぐらいの年のやつもいっぱいいるし、あの若い選手たちが、なんだろう、あの今ね、選手たち見てると、あのテクニックもいいし、だって自信がすごいついてるし、それはもう去年の結果だし、で、あの彼らが
なんていうのかな、多分今一緒にみんなでいることが楽しかった、このチームにいることがすごくこう心地いいっていうのはものすごい感じてます。それいいことだけど、でももう少しその照れから脱却するっていうか、そこは求めてきて、僕試合だったらやりますっていうのは、なんこれ英語でさよく話す選手の話だけど、 Now or Never、 今かないからな。でもそれはさ、俺が経験してることだ。今やんなかったから、今結果出せなかったから、その次がなくなるわけじゃん、はい、でそれやっぱ俺も経験してる、で痛い思いもしてる、まあ、それでいくらさいいチームを作ってても選手との信頼関係があったとしても、 そんなのさ、その外側には全く分からない。そうです、ね、俺たち自身が見せられるものって、はい、どうやって勝ったか、どうやって負けたかってしかないわけ。でもどうやって負けたかって人は興味ないから、でそれは俺が学んだこと、はい、でその彼らにも若い彼らにもそれは入団していい形で、たくさん勝ったわけです、特に後半戦、はい、勝ったわけです、はい、でもそのどうやってそれを継続していくか、どうやってさらにそれを力強くしていくか、でそれは多分そのグループのなんいい温度じゃないなと、熱々じゃないと、はい、だその熱々にどうやってしようかなっていうのが今年にやりたいことで、前まではね、否定じゃなくてね、はい、単純にその何かを変えないと一気に伸びる土台が作れないところにいたっていう現実がやっぱりあって、はい、それはやっぱ選手はよく分かってるじゃん、はい、一緒にトレーニングして、はい、で例えばキャンプやりました、激変変わってったわけじゃん、うん、と俺は思ってて、はい、なんか宮崎の最後の方もさ、なんかすげえ楽しみだなって俺は思ってて、はい、でシステムをちょっと変えて、はい、まあ、選手たちがねやりやすいように2トップにしてとかってちょっといじってやってみたらいけるじゃないかなみたいな、でもなんかそういうものをさ劇的に変えなきゃいけないところから、今度は劇的に変えるのがそのなんていうの、土台を変えるんじゃなくてまた味をつけたり、はい、さらに引き伸ばしたり、もっとやりたいと思わせたり、なんかそういうところだな、また新しい記憶になる、長くなっちゃった、もうこれもう大体 OK なんですけど、聞きたいことを聞けたんですけど、試合を通してシーズン中に、まあ、またもしこういう感じで例えば辰馬さんの采配とかもちょっと聞いていきたいですよね、まあ、言える範囲かも多いよ、例えばどういう、もうこれは僕個人的な意見だから、これがあの継続してやらせてもらえるか分かんないですけど、その辰馬さんがその時の試合に何を考えて、でどういうことを期待して誰かを入れたとか、こういうシステムに変えたとか、そういうのをちょっと聞いていきたいんですけど、ですか、まあ、クラブからダメが出ないけど、はい、あいつのインタビューよくないかな、いやもう社長から社長から社長お願いします、あいつダメだよ、それか辰馬さんから公式は NG で逆に確かに、あと、一個だけ要求があったけど、あのインタビューを変えてもらっていいだったらいいよ僕以外だったら、あの辰馬さんも多分緊張しちゃって話すんですよ、市原克也か、あとはマサルさん、あとナリさん、ナリナリか、でもナリシンガポールで見たからねそれ似てる人ですね、後ろいっぱいナリいた刈り上げの刈り上げのだから黒いシャツかなんか着て、はい、なんか T シャツ着て後ろから見るとみんなナリやいやー、成さんにちゃんとしっかりと伝えておきます、ね、言っといて、はい、お前が来ないのかって伝えておいて、はい、わかりました、言っておきます、じゃあぜひ成さんに伝えます、じゃあ楽しみにします、終わり終わりです、終わった、すいません、ありがとうございました、お忙しい中、お腹空いたすいません、ありがとうございました、お箸ありがとうございます、頑張れよ、はい、お箸ね、これはい、僕もです、しっかりとあの言いたいこと言おうと、さすが
言いたいこと言える男だな。当たり前じゃないですか。そうだね。そう分かってなかったのかな。誰に鍛えられたと思うんですか。確かに。いや、まさに。いや、だるまです。吉田だるまです。うっせえ、お前。